はい、こんにちは。今回は最も野蛮でどう猛な世界王者が負けた試合を紹介いたします。世界王者プリモ・カルネラは205センチ120キロの巨大な体格で動くアルプスと呼ばれ、後にプロレスラーに転向いたしました。カルネラの持つ世界ヘビー級王者に挑むマックス・ベアは、身長は189センチと小柄ながら、39勝のうち29の KO 勝利を数え、大半が2ラウンド以内に倒している強打の持ち主でした。マックス・ベアは巨大なカルネラを相手にうまく距離を取り、距離が詰まるとパンチを浴びせダウンを奪っていきました。小柄なマックス・ベアは王者カルネラを一方的に打ち続け、時には相撲やレスリングのように押し倒し、2年前には対戦者が亡くなったほどのパンチを荒々しく振るい、動くアルプスから合計11度のダウンを奪いました。カルネラがダウンをしてもマックス・ベアは追撃の手を休めず、さらに逃げるカルネラを追っかけ回し、パンチを浴びせ続け、試合は残酷ショーの様相を帯びてまいりました。マックス・ベアはカルネラとの試合の前に元世界王者のマックス・シュメリングと戦いました。マックス・ベアはシュメリングのテクニックに苦しみましたが、どう猛で野蛮なボクシングでペースをつかみ、シュメリングを反則まがいのパンチも交えてめった打ちして、元世界王者をグロッキー状態に追いやり、強烈な右フックを叩きつけ、ついにダウンを奪いました。シュメリングは起き上がりましたが、マックス・ベアはすぐに追撃を加え、最後は後ろを向いたシュメリングの後頭部を力いっぱい殴りました。シュメリングやカルネラを獰猛なファイトで KO したマックス・ベアは、ダビデの星のトランクスを身につけて、1935年6月、ジェームス・J・ブラドックを相手に防衛戦を行いました。ブラドックは当時無名のベテランボクサーで、46勝23敗と負け数が多く、カマフェイヌの役割でした。その上、ライトヘビー級上がりだったブラドックは、王者マックス・ベアより10キロ近く軽量で、誰もが王者が KO し、ブラドックが引退すると思っていました。しかし、ブラドックは生活保護を受けている身なので、負けて引退するわけにはいかず、強打のマックス・ベアに立ち向かい、コツコツと非力ながら数多くパンチを当てていきました。多くの試合を KO してきた王者マックス・ベアは、挑戦者をいつでも KO できると思っていたのですが、後がないブラドックは攻撃を続けました。
強打のマックスウェアは遊び好きで練習嫌いのせいで後半疲れ、練習量豊富なブラドックを倒す力は残っておらず、同盟で恐れられたマックスウェアはカマフェイヌに敗れ去りました。185センチのジャック・デンプシーが2メートルを超える王者ジェフ・ウィラードに挑戦した一戦は、初回から挑戦者で背の低いデンプシーが懐に入って打ち合いを挑みダウンを奪います。当時のルールでは対戦者がダウンしてもニュートラルコーナーに下がる必要がないので、近くで待って両膝がマットを離れるとすぐにまた攻撃を仕掛けることができました。それでデンプシーは倒れているウィラードの近くで待ち構え、起き上がるとすぐに追撃をしダウンを重ねていったのでした。デンプシーは従来のアップライトスタイル、防御志向、単発パンチだったボクシングを攻撃重視で激しい連打を繰り出し、攻撃的なボクシングに変えたボクサーで、この試合も同盟に攻め立て、初回に7度もダウンを奪ったのでした。2ラウンド以降もデンプシーは攻撃の手を休めないのですが、ウィラードはこの試合で顎を砕かれ、肋骨、頬骨、歯を折られ、信じられないほどのダメージを受けたのでした。1923年9月、ジャック・デンプシーはパンパの暴れ打ちの意味を取ったアルゼンチンのルイス・アンジェロ・フィルポと8万5000人の観衆の前で戦いました。アルゼンチンや近隣諸国でタイトルを総なめにしたフィルポはアメリカに乗り込んできましたが、ジャック・デンプシーはあまりにも獰猛で初回からダウンを奪いまくっていきました。中南米からの初の世界王者挑戦者のフィルポは7度もダウンしましたが、凄まじい左右のフックで反撃し、デンプシーを場外に叩き出しました。しかし強靭なデンプシーは場外から戦場に戻って逆襲し、マナッサの屠殺人は中南米からの刺客を失神させました。フィルポを破ったデンプシーは3年ぶりにリングに立つということで、12万人以上の観客を集め、ジン・タニを相手に防衛戦を行いました。海兵隊出身のジン・タニはデビュー当時はミドル級だったので、身長体重ともに見劣りしますが、相手によって戦略を変える頭脳派ボクサーで、デンプシー対策を早くから考えていたのですが、仮想デンプシーとしてハリー・グレブを選び5度対戦したのでした。ハリー・グレブというボクサーは目つぶしや肘打ち、
ローブローなどあらゆる反則を使い、一度対戦したボクサーは二度と戦わなかったのですが、タニーは反則王と5度も対戦したのです。その間にあってタニーはデンプシーの攻撃を巧みに外し、判定で勝利しました。王座から陥落したデンプシーは1年後の1927年9月に世界王者タニーと相まみえました。前回同様、タニーはデンプシーを翻弄しましたが、第7ラウンドにデンプシーの強烈な左フックがヒットし、その後猛攻を加え、王者タニーはダウンを喫しました。しかしデンプシーはニュートラルコーナーに戻らなかったため、レフリーはカウントを数えず、王者タニーは命拾いしました。続く第8ラウンド、回復した王者タニーはデンプシーからダウンを奪い返し、再戦も判定で勝利したのです。 The winner and still heavyweight champion of the world.